京都阪急電車の、山陰駅の都そば行ってまいりました。立ち食い、京都で立ち食いそばというと都そばか阪急そばということなんですけども、ここの都そばの、天ぷらそばが割と、好きでございまして、阪急そばはカレーうどん、都そばは、天ぷらそばということで、これまあ学食というとちょっと申し訳ないんですけど、もう天ぷらがこう天かすの塊みたいなことになってまして、これ昔は阪急そばも同じメーカーのやつだったと思うんですけど、今ちょっと変わってしまいまして、僕このメーカーの、天かすの集まったというと申し訳ないですけど、この天ぷらの天ぷらそばがなんか好きなんですよね。こう、うまいこと言えないんですけど、まあ、一度食べてみていただければと思います。ありがとうございます。それではまた明日です。